6周年祭りで恋愛レボリューション21を踊ろう。恋愛レボリューション。ちょっとすいません、ちょ、先生どうしました？違うよ、前やってこうだよ。おじさんたちだって頑張ればできるんだよ。できる。どうも、かさこです。どうもです。やさきです。すみです。ゆうじです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、はい、かじさく6周年祭りで恋愛レボリューション21を踊ろう。恋愛レボリューション来ましたよ。来たね、おい。そうなんですよね。ですよ。まあ結構ね、今までオフ会いろんなことやってきましたけれども、はい、まあ、今年6周年祭り、祭りや、ね、横浜でやるじゃないですか。そうや。そして大ホールというところでね、4000人以上の方に来ていただくと、そう。そこでまあみんなで話し合ってる中でですね、やっぱりなんか俺らも挑戦したいなと。挑戦したいよ。しかもやっぱりそんだけ大ホールってなってきたら、やっぱ音楽がいいんじゃないか。そうですね、やっぱり。っていうところで、はい、なってくると、じゃあ何するの？はい。モーニング娘。踊るしかないでしょうか。一択。モーニング娘。一択。うるさいな。あ、出た。ドンキーコング。完全にドンキーコング。完全にドンキー。ドンキーコング。ブーティーディーでした。違った。子供みたいなやつ。テディーコング。ディディー。ディディー。ディディーか。どうか、ほんま。ディー。細かくはいいよ。どっちだったら、こういう、知っといてくれよ、お前。知らない、知らない。お前知っといてくれよ。知らないよ、ディディー。髪がフィルってちょっと長いって。それ誰ですか？髪フィルの人。髪がラーメンマン。誰なんですかって言ったら、あなた誰なんですか？誰？常です、常です。頭どうしたんですか？何これ？いやいや、パイナップルですよ。どこやねん。黒いじゃん。パイナップルじゃない。黒いじゃん。黒いや。悪魔のパイナップルやないか。お前誰がパイナップル、何の見合いのお前、ワンピース出てくれじゃねえか。パイナップルレボリューション24でしょうが。24 今年ですよ。パイナップルも革命や。レボってないや、レボリューションしてるんですよ、これ。全然レボってない。黄色がレボリューションしてる。黄色じゃなくて黒ってとこがレボってるんですよ。革命を起こしてる。すいません、さっき聞いたんですけども、うん、染めるの間に合わなかった。失礼しました。ちゃんとしてほんま頼むよ、つねちゃん。いや、そんなことどうだっていいか、はい、今回ね、うん、やっぱりちょっと何かダンス俺らもちょっと挑戦したいということ で、うん、でじゃあ何の曲がいいかな言うて考えた時に、うん、恋愛レボリューション21、もう俺らが言ったらもう世代中の世代、いやもうド世代ですよ。リュウジはちょっとまだ若いからな、はい、あれかもしれんけども、リュウジ以外のメンバーですらド世代、うん、完全に世代なわけでしょ、はい、でまあ言うてもやっぱり音源の問題もあるから言われてたんですけども、はい、先方さんですよ、はい、アップフロントさん、アップフロントさんにお願いしましたらですね、はい、許可いただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これあくまでもあれね、イベントで使用の許可ってことね、うん、そういうことですね。この動画ではちょっとさすがに著作権の問題があるんであれですけども、はいはいはい、本番はそれで流しても、これすごい、配信の方々も楽しんでいただける、楽しめることでございます、うん、はい、そしてさらにですよ、うん、もうサムネで出てるけどね、はい、今回なんとまたあの石田恵美さんにダンス習わせていただきます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうまみれ。もうありがたいわ。前回ね、5周年の時に、はい、ザ・ピース、ザ・ピースやりましたよ。西野と僕が、はい、あゆみさんに教えていただいたりしたじゃないですか、はい、うん、今回もなんとご本人様に、うん、恋愛レボリューション21の振り付けを学ばせていただけると。いや、ありがたいよ、うん、もうね、うん、吉富選手が そう大興奮なんですよ。もう興奮ですよね。なぜならばね、はい、もう僕はハロプロのファンクラブにも入ってたりしたんで。入ってるんですよ、はいはいはい、で 今の現役メンバーさんの、うん、まあ、歌とかももう今 YouTube とかでもいろいろ見させていただいてるんで、うん、マジでやばいっす。マジでやばいな。マジでだって前回のそのダンス習う動画、うん、西野とね、はい、うん、カジサックと西野さんがいるのはまあ分かるんですけど、うん、はいはい、トンボさんもいるやんってなって、あ、やきもち焼いたんや。めっちゃいいやんってなって。なんでお前おんねんって言って、そう、もうつまぶっ叩いて。いや、でもなんか気持ちわかるよ、はい、そうか、確かにな、気で好きやから、好きだもんな、わかるわかる、お前別に何も関係ねえやん。確かに確かに、だからそこに行けるってことですよね。そうよ、今回吉田さんご本人石田さんからレッスンしてやばい、これはマジでやばい、楽しみやな、ほんまに。やばいっす。そしてですよ、うん、安武よ、はい、やっぱり奥様がね、元モーニング娘。っていうところで、うん、確かに、どうなん、もう振り付け覚えてたりせえへんの？いや、全然っすね。家で踊ってんじゃん。そうやん、二人で。明るめっちゃ可愛い。明るい家庭。なんかそんなイメージあんねんけど、ないの、うん、恋愛レボリューション
は知らないですね、うん、僕振り付け、はい、あ、そうかよ。それはもちろんすごいヒットしてるんで見たことはありますけど、うん、全然わかんないです。でもあいつええよな。俺ら習ってさ、石田さんに習って、うん、帰って持ち帰ってさ、個人で練習は V とか見てる。確かにそうだ、お前ご本人に教えてもらえるやん。いや、お前すごいやん。それってすごくない？確かにその、うん、指導してもらえるやんな。そうですね。あとちゃんとやんないとむちゃくちゃ怒られると思うそのやっぱリスペクトがすごい。確かにすごい大切なものなの、うん、そりゃそうだな、はい、気をつけろよ、吉富がすぐ行っていいとか言う、はい、なんかちょっとわからないふりがあるんだけれどもちょっと電話じゃあれなんだからあのちょっと行っていいかなと思ってね。わからないことは聞いた方がいいでも逆もありますから、ね、かっこつけてよく思われたくて、いや大丈夫できるからみたいな、行かないパターン、むちゃくちゃ練習するっていい意味で ね、 あるかもしれない。いいことだけど、それめっちゃすごない？いやすごい。家帰ったらやっしゃご本人さらにめっちゃいいや、ちょっと見てくんない、これ合ってるとかできんねんね。確かに確かに最高やん。俺カンちゃんにやってもらおう。あ、うん、いいな。それぞれいるかもよ。確かに、うん、リオちゃん、リオちゃんダンス得意ですから。そうそう得意ですから、うん、な、うん、リ常嫁、常嫁な、うん、あと孔明家にいる姿勢は一番いいかもしれないラブレボリューションないないない、オリジナリティがすげえな孔明の。ないのよ、そんなの。なんで孔明いるんだ家にいやとにかく、うん、本当にありがたいよね。とはいえ我々本当にダンス素人、うん、ど素人だったりするので、本当にがっつり今からですね習いに行きますんで、はい、また石田由美さんと共演できるというところで、石田由美さんも喜んでくださったみたいで、ほんまにありがとうございます。じゃあ行きますか。行こう、猛練習でございます。猛練習、はい、せーの、オナシャス。さあというわけで稽古場に到着しました、はい、やだー稽古場。これなんかはいはい、本当にありがたい場所でございます、はい、神聖な場所ですよ、はい、先ほど聞いたらですね、はい、普段こちら、うん、モーニング娘さんがダンスの稽古だったり、 あと衣装合わせだったりで使うところです。すごい、おいおいやばいって、よしとみよ、やばいって。どうなん、どんな気持ちなん。いやもうちょっと G がすごい、 G もう体が動かない、重力を感じる。持ってきた、持ってきた。え、何を。ビニール袋持ってきた。あ、一空気を持って帰らないと。やめろやめろそれ。昨日カメラが間違えてたから言ってたんですよ。本当に気持ち悪いやつだからそれ。カメラ裏でやろう、それを持ってこようかなって言ってた。俺に言ってたんですよ。ボケボケ。ジップロックの方がいいかな。やべえやべえ。カメラ裏で怖ぁ。せめて表でして。裏怖ぁ。裏怖ぁ。ボケになってない。一番やばい。裏ジップロック怖ぁ。本気だった。表で言わないでじゃないぐらい本気でね。そう、はい、ちょっと触ってから。熱い熱くなってる、ほてってますね。やばい、ホッピーだね。いいね、やばいっすね、マジで嬉しいよね。いや、ありがたいや。で今回はね、前回ピースの時には僕と西野が踊るって、はい、オープニングでもお伝えしましたが、うん、今回はもうチームカジサック全員でなんで。そうですよ、カメラマンがね、やっさきいつもやってくれてるけど、はい、今回はチームカジサックのカメラマンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもね、本当に球技大会だったりとか、そうですね、プロ、あの大切な時にいつもありがとうございます。ありがとうございます。最近誰がボケたら寄るっていうの分かってそうですね、そうそうそう、ありがとう。これが関係性なんだと思います。気づけてきました。さあそれでは早速、はい、登場していただきましょうか。そうですね、はい、今回の大先生でございます、はい、石田あゆみさんです。よろしくお願いします。やったー、お久しぶりです。お久しぶりでございます。おーい、おーい、やば、昨日は仙台でお疲れ様でした。そうです、キャンペーンでした。詳しいさすがやさすがやな、ね、仙台でブログも読んでんねブログも、はい、もちろん見させていただいてます。石田あゆみが行く、石田あゆみが行くとかね。あ、それはあらあら、かしこ、かしこ、仙台のレギュラー番組です。喋、はい、ってる。全然ボケないじゃん。喋ってる。ノーコメントが喋ってる。喋っちゃってる。ありがたいね。いや、嬉しいよね。嬉しい嬉しい。すいません、シャさん、今回も引き受けてくださいました、うん、本当に。こちらこそめっちゃ嬉しくって、なんかあのすいません、手の震えが止まらず。すごい景色。これ言ってくれんのよ。
ね、いつも見てくださってる。今もあれから約1年経ってますけど、まだ応援してくれてるんですか、僕ら。もちろんです。やったぜ。大好きです。嬉しい、ありがとうございます。前回出させていただいた動画は、はい、なんか逆に見れなくって。なんでなんすか。なんかあのキューってなってる自分は想像つくからいいんですけど、はいはい、こんなに大好きな方々を目の前にして、なんか冷静にワン、ツー、スリー、フォーとかやってる自分がキモくて。そこがキモいんですか。なんか先生やねんから。そうですよ、そこはビシッと。はい、でも今こんなんやね、はい、今こんな感じやけど、いざ稽古になったら人変わるからね。そうですよ、そこはね、はい、やっぱりあーどうしよう。ありがたいよ、ほんまに。ありがたい。で、石田さんといえばね、もう発表されてますけども、はいはい、なんと今回、あ、今年の秋ツアーで卒業されるん、ね、そうなんです。ですよね。はい、改めて軽く経緯聞いていいですか。どうして卒業に至ったかっていう。ツーショットトークみたいですね。ある意味ね、ちょっと周りに今日はおじさんいますけど、おじさんプラスファン、ガチファンが一人。ガチファン。ね、でもそれ聞きたいじゃないですか。確かに。ございます、はい、うん。そうなんです。13年間モーニング娘。で13年間、はい、活動してきたんですけど。一周ですな。してますね。ちょうど一周じゃないけど。すみません、12か、うん、12だよ。12やったっけ。12だ。13の年もあるよ、ね、なんか増えたみたいな2人ありましたね。星座な、昔な。あゆみ使い座でな。あゆみ使い座だ。あすがじゃないんですよ。あゆみねさん、ほんま、あゆみねさん、ほんますいません。こんなんいらない。いらない。ありがとうございます。13年間、はい、やってたんですよ。はい、ね、活動してきたんですけど、うん、そのいっぱい悔しい思いとか、うん、なんか、なんで自分はこうなんだろうみたいな時もあったんですね。いろいろありますわね。でもそれがモーニング娘。だと私は思ってて、うん、なんかそういう切磋琢磨をし続けるグループだと私は思ってる。はい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 。で、その時期も私は今さらに超えて、うん、なんか悔しいとかいう感情もさらに愛おしいに変わって。ほー、なるほど。で、なんか後輩みんなもすごく可愛くって愛おしい、うんうんうん、で、そんな風に見守れるようになったってことは、うん、卒業して一歩踏み出すタイミングなのかなと。なるほどね。まあ、石田さん的にはずっとモーニング娘。でいたい気持ちは絶対にね、山々なんだけども、はい、ここでちょっと石田あゆみ的にも、モーニング娘。的にもっていろいろ俯瞰で見られてますもん ね、 そうですね。絶対に。あれ、どうされました。すいません、あの、はい、後ろで泣きそうになってる人がいる。どうしたんですか。涙なしで聞けますわ。逆に俺はでもね、今のね、石田さんの言葉を聞いててね、正直、吉富に刺されって思ったけど、うちのチーム解散もね、ゆうたかってグループでやられることになりましたよ。泣いてたら怒られる。この中ではね、切磋琢磨で頑張ってほしいと思ってんのに、最近プライベートでカレーばっか食ってブクブク太ってってね、ほんまに、ね、カレー ね、 インスタでね、よくカレーもあげられて、僕そのお店も行ったりして。私が行ってるお店に行ってると思う。すごいすごいじゃん、マジで。聖地巡礼、いろいろね、下北とか渋谷とかね、行かれてます。声小さい。何これ。今日はちょっとかっこいい吉野が出ちゃってるかもしれないですね。まあ、なるほど。でも石田さんの中でいろんな思いがあって卒業という、はい、心の動きだったんだ。でもさ、ここまでずっと13年間モーニング娘。を引っ張ってきてですよ、まあ、やっぱり最後は笑顔でね、確かに送り出してあげたいですよね。確かにそうですね、うん、めちゃくちゃ楽しんでるんですよ、この卒業を。すごい、いいですね。なんかやっぱ最後になると、うん、石田さん最後ですけどどうですかとかコメント求められることも多いし、うん、後輩がその石田さんに対してどうですかとかめっちゃ喋ってくれて、うん、めっちゃ卒業フィーバーと思って、うん、卒業フィーバーめっちゃ楽しくって、なんかめっちゃええやん。いいですね、ポジティブで。チーム解散の卒業メンバーいつも暗いんですよ。一緒にすんな。一緒に引き合いに出すな、その話。全然フィーバーじゃないよ。ドヨーンとして。そんなことない、ドヨーンともしてないよ。おい、じゅん、見てるか、お前。名前出すな。え、名前出したらあかんの。もったいない、もったいない。あ、石田さんのトークに時間使って。そうだそうだ、石田さんが我々のことをすごく見てくれてるって言うから、うん、サービストーク。石田さんがいなかったらこのトークしない、しない。変なサービスだ。サービスフィーバーやろ、お前。もうなんか子供たちの話はまだいいんですけど、はい、なんでよりによって純の話サービス。僕もいらねえし。卒業の話になったからなるほどね。いや、でもこれ聞けてよかったな。よかった、うん、今卒業に向けて笑顔で準備をしてっていうところで、じゃあ多分皆さんも笑顔で送り出してくれるだろうということだったりするだろうし、何のタイミングなのか、そのタイミングで、はい、我々もこの秋口に10月6日カジサック6周年祭りをやる、そしてモーニング娘。を踊りたいと思ったんですよ。本当にありがとうございます。
4000人もお客さん来るんですよ。そうなんだ。そこでおじさんたちが汗かかな、どないすんねん。じゃあ何すんねん、モームスやろ。そしてじゃあ何の曲や、俺ら世代や。そういうことや。恋愛レボリューション21しかないやろ。ないやろ。ございます、よろしくお願いします。どうですか、いけそうですかね、我々。確かに。あ、でもそう、世代ってやっぱおっしゃってるぐらいなので、はい、感覚はあると思うんですよ。ありますよ、うん、あの振り付けだなっていう。ああ、なんとなくあります、はい、あります、あります、うん、やっぱそれがあるとないでは全然違いますし。なるほど、はい、今日皆さんのお手本になればなと思って、今日あのそういう T シャツを着てきました。え、あ、ほんまや、本当だ。あ、レアレボリューションだ。そうなんです。後ろ、後ろ、後ろ、いいですか、後ろ、はい、ちょちょちょ、いい感じ、うー、こうやな、すごい、さすがやん、ありがたい。なんで来てきてないんですか。いやいや、ノーコメントで。なんでノーコメントなの。Tシャツもらってもいいですか。声ちっちゃ、声ちっちゃ。やめて、俺が恥ずかしくなる。すいません。でもほんまに嬉しいねんな。すいません、ほんとに。おめでとう。ほんとに嬉しい。いや、そらそうや。そらそうや。そうやって、俺らも大好きな人いるやんか。そう。俺で言うたら、イチローさんがここにいるみたいな。そういうこと。イチローさんにバッティングを教わるみたいなことですか。せやもんな。そらそや、無理やわ。緊張するわ、それ。俺も想像したけど、今もしイチローさんと俺、でけへんもん、こんなこと。こんなん絶対でけへん。できない、できない。こうなってもらう前でしたら。うん。しないよ。嬉しいね。嬉しい。よかった。じゃあ早速、はい、行こう。一からですけども、そうですよ、教えていただいてもよろしいですか。もちろんです。よろしくお願いします。お願いします。まずどうしましょう。この曲始まり方が、はい、こうもう完全にクラップから始まるんですけど、クラップクラップクラップ、はい、クラップ、これクラップ、手拍子や、手拍子、あれですよね。ヘイレボリューション、そうです、そうです。最初こうなんだ、うん、そうかそうか。なので、はい、その場から始まるのか、分かんない、入ってくるのか。そうですよね、はい、上下から入ってくるとかもありますよね。なるほど。俺は、俺のイメージは板付きのイメージなんだ。板付きねんな、うん、常がすごい深くうなずいてくれた。うん、板付きで行きましょう。なんか新しいキャラクター、なんだ、誰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 や、お前。うなずき、達夫です。達夫さん、帰ってください。達夫さん、すいません、これ何を言ってもうなずくやつや。なんで来てるんですか。帰ってください。やめてください。今チームカジサッカーでダンス稽古やってるんですよ。うん、帰ろうな。うん、帰ろう。うなずき達夫さんやから、こういうことにもうなずいてくれる。すいません、もう進まないですよね。最高です。最高ですか。板付きどう。板付き。うん。ちょっと、はい、ちょっとかっこよくなんかこうギュッとなっといて。あ、いいっすね、はい、ギュッとこうなってなんかなっといて、うん、最初ちょっと音ちょっと聞いてから広がって踊り出すとか。いいっすね。それがいいっすね。はいはいはい、はい、え、モーニング娘さんも実際のライブでもパターンいろいろあるんですか。板付きの時もあれば入ってくるパターンもある。パターンいろいろあります。あるんだ。なんかその場で仁王立ちでクラップして始まるとか。なるほど、うん、一列で。でも俺さっきの方がいいと思うわ、うんうん、みんなギューってなって、はいはいはい、最初ちょっとそれ乗らないんですか。乗らなくてかっこいいと。そうだ、いいっすね、はい、それで良きところで、はい、えぐない、うん、いい、はいはいはい、一回ギュッとなってみようか。はいはい、ちょ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 もうちょもうすいません。おもろいでしょ。ギュッとなってかわいい。俺がしたかったんや。やるな。行って早かったから。俺です。そう。フライングしたの。前さ、安武が手を行ったんだよ。俺もすぐ行って。逆ない。俺はみんなで安武に抱きつきたい。プランが違った。プランが違った。たまにはこういう。照れてしゃあないわ。違う言葉あります。だからこんな感じやろ。ギューっとなって。なるほどね。え、これちょっとカッコつけた方がいいですか。うん、カッコつけた方が。お前もっとグッと来いよ。膝立ちがいてもいいですか。あ、かっこいい。じゃあ、団子ひだ立ちで。誰が団子や。お前、出世したな。今思ったら。どうしました。ピースの時さ。ほんまや。下段で。本当ですよ。おじさんで、普通のおじさんとして踊ってたやん。そうですよ。今回お前大出世やで。すげえ、ありがとうございます。ほんまやわ。板ついてるやん。こういう、いやでもこれ流れ的にお前やっぱ下で踊る。なんでなんでなんで。客席の下。ちゃちゃちゃ、もう状況も違うから。下だったらまるで見えないよ。パシフィコはお客さんと同じ位置になっちゃうから。完全なる。あ、そうか。そうです。それはダメだ。ダメですよ。じゃあちょっと団子座って。まだ一個も振り教えてこれ時間がかかってる。声も枯れちゃうよこれ。肩とか添えててもいいですし。
効果。めっちゃかっこええやん。これちなみにちゃんと衣装も。あ、そうなんですね。はい、黒のイメージがあったんで。はいはいはい。ちゃんとやろうかな。かっこいい。そうなんですよ。スネさん、タツノの背中合わせでもいいかもしれないですね。はいはいはい。めっちゃかっこええやん。はい。あ、いいっすね。はい。いいっすね。ここでちょっとイントロ待ちの会議を。はい、優勝ゴーナーちょ、うるさいな。しまった。しでさんがさ、しやすく歌うんじゃねえ。ごめん、よしとみゴーナー、しださんがやってくれてはるから。すいません。でもその、ヨーで、あ、レボリューション21ヨーナーで広がります。ヨーナーで、どうも広がった位置ですよね。前3だったら僕トン安かなっていう感じですね。で俺マンかな。互い違いで、そうですね。はい、で広がったらだよなじパーグーで回ります。パー右足かけてそのまま、はい、回るだけ。これがチャ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 フー。はい、先生すいません、はい、さっきのウォーナーで腹こうはだける、はだけるじゃないや、そのはだけんな、ばらけばらけるじゃないですか。その時これはいらないですよね。あ、なんかイエーイみたいな感じがかっこいいかも。さすが形なるわ、はい、やっぱり。イエーイ、はい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 。じゃあ逆の方がいいかな。そうかもしれない。そうですね。今度カッコつけてる。これ乗らなくていいですよ。ピタッと。あ、乗らなくていい。よーね、あーね、乗ってる。優勝21よーなー。あ、もうその時にできてないとだめ。あ、そういうことだ。変えてもいいかもしれない。なるほど、そうだ、変えよう。はい、あと常に乗らんでって言ってんの乗ってたで、こうやって。あ、ごめんなさい、ちょっとやっぱリズム刻むとちょっと体が。さすがやな、はい、右肘左肘。いやいや、ちょっとダメだ、ダメだ、ダメだ、まだダメだ。ピリッとすんな、この選手やさん、いろいろあるんですよ。ピリッとピリッとするんですよね。あの、2700のやつなんで。あ、そうか、はい、今聞くことじゃないかもしれないけど、はい、なんで解散したの？なんで今聞くことじゃねえな、多分。なんで今聞くの？ごめんなさい、石田さん、すみません。時間がやばい。やだなー。はい。たたたた。ふうや。ボン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 。じゃあボンボンまでいきます。はい。回りましたら、たたたた。ボンボンボン。左から、左、真ん中、右、真ん中、左、真ん中、右、真ん中。ここが、はい、決まった位置になります。で、これのコツは、手とお尻が離れます。ボン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 。で、手は押し引きだけじゃなくって、ちょっと回してます。回るす。ちょっと。はい。ボンボンボン。ボン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 。ちょっとさ、ちょっとうるさいな、お前。あ、ごめんなさい。ちょっとなんか、後ろやってました？いや、なんかすごいうるさい。で、どうやってたの？どうやってたの？キュッてなってるやん。そう、なんか違うと、もっとなんか柔らかくない？そう、柔らかく、ふわふわ、ね、ふわふわ、ふわふわ、なんかキチキチやわ、自分。キレがすごい、キレがすごい。それはうわ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 なのよ。バージョン違いや。柔らかく、俺らはうわ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 なのよ。いいよいいよ。あ、そうそう、うわうわうわ。音だけ聞いたらバスケやってるの。これめっちゃ疲れますね。そう、お前しないよ。はい、じ、せーの、チャチャチャ、せーの、ボウボボウボボウボ。これ2周これやったら、はい、ボウボボウボボウボラペボボウボ。これだ。うわうわうわ、出た、はい、ちょっとゆっくりお願いします。2周これやって右側まで来たら手を回す、回してで上で一回ちょっとこうダウンダウン、回して回したら開く開く、こうだ。はい、よし、いけるか。はい、なんか捧げてるけど大丈夫か。待ってます、待ってます。はい、おお、せーの、回して開く。はい、そしたら右手を2回上げます。はい、体重右手右手で、ふわ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 、2回ふわふわ、はい、ふわふわで、すぐまたウォー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 、そういうことか。ウォー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 、同じことをウォー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 。合ってる。あれ、逆か、違う、右お尻、
あ、こうか。そうだそうだ。ここまで来たら、はい、手がピースの閉じたバージョンで、おでこらへんから、イエイ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 。いいね。はい。これ早いからね。早いんだよ。みんな大丈夫？なんか分からんかったら言ってね。え？何が？お前に？あれ？違う違う違う。俺。まあ俺にやな。俺も先生のマネージャーみたいになってるから。あ、そう、一回ここ通した。そういうこと。手紙とか直接やめてください。失礼しました。守ったいな。なんか自分たちも生徒な感じで言いましたけど、違うんですか、ね。距離感バグらないと。申し訳ございません。すみません。お願いいたします。特に貴様。目つけられてる。目つけられてる。怖い怖い怖い。ちょっと音楽かけますか。あ、お願いします。あ、確かに。いける。どこで声飛んでんダンスで声飛ぶってどういうこと？ずっと叫んでるからかな。じゃあそんな叫んでないんですよ。違う、この心の中で、ソウルで。かっこいい。ありがとうございます。ほんで向いてな。演者向いてな。ソウルで喉壊すの演者向いてな。確かに向いてね。なんか今やっぱテンション上がるな音楽。すいません、視聴者の皆さんは音をかぶしてるかもしれんけど、なんかええ感じやったで今。いや、よかったよかった。どうでした先生？いいです。この辺がやっぱグダつくな、まだ。確かにね、これキレが、ここはええやん、キレがいるから。回して回す。あ、いいね。回して回す。よいしょよいしょ。ふわふわふわすわ、はい、すぐなんですよね、全部ふわ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 ぐらいです。そう、食い気味よ。そうですよね。ふわそう、ふわふわ、今ふわってあんま言わんほうがいいか。なんでちょっとずれ、配信のあれ回すとずれてるよ。ふわふわ、ややこしいな。俺昨日ゲーム生配信でやすこって言ってた。いろいろややこしいんだよ今。で、この配信時期もずれてるし、ここは絶対に石田さん映さないでください。僕の内側だけ、僕の近くだけでお願いします。炎上はこちらまで。はい。ふわふわのコースだ。ふわ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 、違う、何をしてんねん君は。ふわふわ持ってかれんねん。ふわそうそう、ふわふわふわ、そう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 。予選突破おめでとうございます。ありがとうございます。やったぜ。もう一回音で。よし、はい、よし。音流れると急に緊張しますね。うん、でもテンションも上がるな。確かに。えらいもんで。で持ち上げるのみんな忘れず。そうなんですよ、ね。で、ふわふわ。ふわふわ。なるほどね。いえいえいえ。ちょっと待ってください。ふわふわ。お願いします。はい。あ、すみません。ふわふわ。大丈夫です。すみません。もうあまりに晴れたって溝行きました。やっぱ行くんすね、溝って。ありがとうございました。年です。ありがとうございました。ジジイよ。本当にそうですね。嫌な音してた。むちゃくちゃごねました。リーダー。リーダー。嫌な音してたよ。大丈夫。でもすごかった。すごかった。綺麗じゃなかった？今良かったです。良かったですよね。はい。2個目のふわふわ。いや、いけてるやつね。いや、僕も一箇所間違えました。間違えました。リュウジさんが冷静に上手です。リュウジさん。こいつ多分真面目やから。予習してきてんじゃん。やってきたか。やってきた。予習してきました。ほら。おい。すごい。さすがやなお前。さすがやわ。嬉しい。これマジでガチで石田さんの教え方がやばいね。いや、そうっすね。頭に残ってんすね。ふわふわ。あと回して回すね。俺ミスったんはここのタイミングだったな。肘と腰が近い方。で、よいしょ。ふわふわ。
なんかいけたよね、うん、いけてました。ミーラミーミーラミー、そしたらまたテルミテルミです。テルミ、はい、でさっき後ろでやったことと同じことを前にやります。なるほど、うわ、出るわ。なるほど、はい、右足がこれ足と手がバラバラになりそう。いや、むずいって思わない方がいいよね、先生、意外とシンプルっすよね、ここ意外とシンプル、歩いてるだけみたいな。意外と惑わされるな、惑わされるな。おじさんたちだって頑張ればできるんだから、できる。テーマは右足だよ。右足だ。テーマは右足、右足。結構右からが多い。なるほど、なるほど、なるほど、うん、ありがとうございます。先生、言うときましたんで。ありがとうございます。誰だ、誰だ、一番だし。ご褒美お願いします。何があるの。右足一歩多くないですか。どうした先生だけ。右足見て、2本だろ。右足使ってるのに右足っていうときがあるんですけど、こいつ首にしましょう。なんか言ってますよ、こいつ。今までお世話になりました。やめるな。卒業したな。やめるな。練習練習してた。練習コントやるならやる。なんでそこなん、練習してた。結構シンプルやけど、逆になっちゃうんだよ。分からない人聞いた方がいいよ。流れは一人ずつ行こう。じゃあ、つね、つね、僕全部できてます。ちょっと見せて、見せてください。どういうやつ。パイナップルがなかった。売るな、パイナップル。一個もなかったよ、そんなの。ちゃんとほんまに間違えてたよ。ほんまに間違えてた。ちゃんとせっか。ほんまに間違えてた。いきます。本当に間違えたんだ、今の。せーの。愛する人よテルミ。いいね、前、いいよ、いいね、いいね。違う違う、いいよ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 。ほら、もう天狗やから。そうか、はい、オッケーオッケー。飛びやす。よし、お願いします。先生、お願いします。はい、せーの。愛する人よテルミ。寂しい時はベイベー、ベイベー、どんな人にもテルミ、テルミ、あるというのはほんクビ。下段へ。下段に行かせないで。次に失敗したら地下ですよ、あなた。すいません、リュウジ・ヨシトミ。むずい、はい、予習してきた子。予習組。確かに予習組。じゃあ 僕は予習してないんですよ。出た保険。もうええって。変な癖を。違う今の見るから予習してたでええやん。どういう笑いやってんの。お前どういう笑いやってんの。ごめんなさい、石田さん、これガチなんで。どういう笑いをやってんの。ちょっとどうかしてました。すいません、聞いた方がええやん。すいません、今日はお笑いなんてやる気ありません。絶対間違える気がして。よく思われたいもんな。よく思われたい。吉富の場合は予習どころか、そもそも振りがなんとなく入ってるから。そういうことや。そういうこと。言うな。会議で簡単に踊れるって言ってたこと言うな。うわあ。バカだね。そんなん言ってたんや。じゃあ、リュウジ、吉富行こう。はい。はい、これ頼むぞ。はい。せーの。はい。お。いいよ。うまい。あ、いいね。うん、いいね。うまい。さすが。あ、吉富だ。うん、あるというのはそうです。まあまあでもいい。どうですかね。いい感じですよね。あ、俺もやっときますか。あ、やっとこやっとこ。見たい見たい。もう俺完璧ですマジ、うん、はい。お願いします。愛する人よテルミ。わあ、入ってる。すげえ。めっちゃ回してる。やるよ。合ってたか今。あ、すごい。おほら、まあでもやっぱキレがあるから見れるわ。これずっとこう前回しでいい。そう、なんかこうやってなかったですか。戻さないですか。何が。じゃあこう、これよ、これ天狗なってるけど。何何でもけて。お前ずっとこうなってたね。そう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 、言ってあげて。いやいや、目立ちたいから。違うことすなよ、人と。違うよ、前やってこう。何やった。違った。前やってこうや。うわ、そうだ、こう、こうや、はい、で、こうだ。ごめん、俺もちょっと動きをやりすぎた。いや、でもほぼ完璧。あの綺麗でできんの、すごい。いや、俺ここ全然わかんないな。ね、わかる。差し上げたよな。そう、足と手の動きがわかんなくなっちゃうんだ。そうそうそう。だから右だって、ベースは。
Tell me. 最後、後ろに出してる足そのまま。そう。うんうん、で、差し上げよう。戻して。そう。右足。あ、いいね。右足出します。あ、いい。右足出します。差し上げます。差し上げて。差し上げなさいよ。あ、でも分かった分かった。掴んでみてもらって、確かにこの人ちょっと追試やなっていう、そのもう一回やらなあかんちゃんと、それしっかり言ってください。はい。じゃあ先生。どうしました？じゃあなんかここ俺もう動かせないようにしてたんですよ。ポーズだから。あと俺竜に なりたくて。竜？ドラゴンってこと？俺ドラゴンになりたい。でボールってこと？シェンロンのイメージ。シェンロンのイメージ。ドラゴンボールを掴んでるっていう。かっこいいですけどね。ねえ、かっこいいですよね。行きましょう。ああ。そびえ、マジ、くそーくそー、じゃあお前サボってるだけよ。お前大丈夫ですか。できる、大丈夫です。本当ですか？できる。音だけで、よしとみだけ一人で行こう。確かに、はい、頑張れ。よしとみ、頑張れ。自分を信じて。おじゃー、最後なんか最終的にセンター寄ってきたけど、わはははは言うて、ちょっといいですか、うん、泣きたい、泣いてくれ。できなさすぎて泣きたい。ちょっとできてないね。できてない。ちょっとテンパっちゃう。防具5で一気に開く。はい。あと、あの吉野さん曲知りすぎてて他の音に乗るのやめてもらっていいですか？知りすぎたら確かに、ね、てフーのとことか別に誰も乗ってないじゃん。こんなんやってんの。知りすぎて愛がゆえの。愛がゆえ。確かに。ちょいい感じで顔前向きます。いい感じ。ちょいい感じ。だんだん下ろして右左。わかりやすい。だんだん下ろして右左。だんだん下ろして右左ですよ。なるほど。と、うん、と、イエス。ちょちょちょ。いい感じですね。ちょ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 。いい感じ。次に増えていくのは誰にしましょう。
トンちゃん来る？僕行きます。コンボさんは、はい、ちょちょちょいい感じ。早い、いいな、早い、うん、いいなって言ったいやでもここの、これ俺結構得意だったから。嘘つけ。本当ですよ。じゃあ俺2番目言っていいですか？全然いいよ。ほんとかわいい、かわいい。いや、まあ、ええや、やつだけ行こうよ。ほんと、イエス。ちょちょちょいい感じ、ちょいい感じ。できてへんずっとこうやってたよ、やつだけ。わかりました、3番目にします揺れてます、ちょちょちょいい感じ。そこに来たらなんか肩に手かけるとかで払う。なんでだよでも揉め出しますよ。テンポ良かったな。でも揉めるのもこのリズムで揉めてな。ちょちょちょ本当にあるんですけど。本当にあるんですか？本当にあるんですけど。本当にやってん。払うのリスか。これオリジナルで、はい、2番目に来た人が前の人をわざと倒して、はい、うわってやって、はい、見てもう一回揺れる。うわぁ、やろうやろうこれ。やっぱ俺血が流れてるもん、うん、その流れてる自然にできちゃってるから。いつ流れたの？あるんだ。あるやん、だからいけるやん。いけるんだ。ほう、うんと、イエス。ちょちょちょ、いい感じ。ちょ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 、いい感じ。ちょちょちょ、いい感じ。ちょ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 、いい感じ。ちょちょちょ、揺れて。ちょ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 、いい感じ。いい感じ。やりすぎてるな。パチンって聞こえてる聞こえるはずのないなん、ね、パチンなあれちょっとちょっと本当こうやってきたからめっちゃ怖かった。もう流れるの確定してるからちょっと分かんなくなっちゃった。すごい怖かった。俺最近気づいてるけど、はい、やすたけしばかれるのおもろい。やめてくれ。すいません、すいません、すいません。ほんでお前絶妙な強さちょっと強いな。ちょっと強いね。悪い悪い、安田君全然わかんなくなった。安田君、お前気分よ、踊ってきた。終わってただけなのに。やめろ。すいません、すいません。いいです、楽しい。いや、もうじゃあふざけて、ふざけて、本気でやろう、本気でやろう。ここでですね、はい、石田さん、すいません、先生、常が、はい、常実はこれ、もっとリアルタイムで、はいはい、今から、はい、アメリカに旅立つんですよ。そうなんですよ。行ってきます。はい、ちょっと1週間ほどですけども、1週間ぐらいちょっとアメリカに、はい、アメリカにね。だから結構ギリギリのスケジュールで、はい、だから全部は学べないんだけど、はい、でも後日また V とかあるから、はい、そうね。で常うまいから、うん、そう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 。どうですか常は。いや今のこれめっちゃうまかったです。ありがとうございます。ほんとちょっとでもこうやって教えてもらえることができてよかったです、マジで。そうやな、はい、だからアメリカでも予習しといて。あ、確かにね、はい、うん、頼むわ。はい、練習しておきます。じゃあガチで今から、はい、成田空港向かうんです。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、ありがとうございます。行ってきます。気をつけて。はい、行ってきます。感想だ。はい、はい、お願いいたします。感想に入るんですけど、感想が一番難しくて、はい、え、感想が一番難しい。いやでもやるでしょ。やるやるやるしょ。どんな感じですか。トゥーザー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 ワンワン、はい、ワンツーせーの、よかったよかった。これ練習したらいけるわ。いけるっていう希望が見えた。見えた。いや、たくさん練習だよ。
した練習だ。練習しかないですね。練習しかない。本当に。叩き込むしかない。叩き込む、もうやるしかないね。やるしかない。頭でなんて覚えれないんだから。そう。一日一回常にやりゃいいんだよ、風呂入る前に。確かにね。やるしかない。俺は湯船でもやるけどね。湯船。浸かりながら。当たり前や。どうやってやるの？こうやん。ちっちゃ。あ、そのイメージがめっちゃ出てる。まあでも、運動神経いいからできるんですよ、それ。確かに。イメトレ。確かに、そういうこと。イメージしたの結構そのまま具現化できるじゃないですか、体現。でもみんな運動神経。あ、そうか。ごめんごめん。そうですね、お風呂の水なくなっちゃう。バシャバシャ。めちゃくちゃ面白いです。取っといてください。空っぽになったらめっちゃ面白い。タイムラプス。最後で、ヘックシュンで終わってる。最後こうやってるもんね。そうそう。もう出しに行ってるんですよ。ウォーウォーウォーそうですね、はい、そうです、そうです。ずっとね、かわいこぶってる、甘えてるやつがいる。猫ちゃん猫ちゃん、こうだ、ちょっとかっこいい感じだな、うん、あ、こうかで、ふわふわ、そう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 、うん、あ、しかもこっちの方がやりやすいやん。こっちの方が難しい。難しい。一回も言ってないですよ。ニヤ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 になってますな。こうか。こう。今ね、ちなみに結構もう終盤を迎えてて、感想やばいっすね、やっぱりね。やばい。でも感想終わりは同じ振り付けだったから、うん、なんとかなるかもしれないっていう。やっぱ石田さんが教え方がやっぱり抜群だから。すごい。わかりやすい。ここに来てまさかのウォウウォウが今までトンボが猫の手でやってたっていうのがずっと間違えましたよ。どうやったん？俺はそうウォウウォウウォウってやった。じゃあそれニャーニャーニャーなの？こうなんですよ。こうっすよ。スーッとこうやってやる。こう。なんで肉球見せるか。よかった。知れてよかった。いい感じですよ。いい感じ。おじさん頑張ってますよ。頑張りましょう。引き続きやっていこう。はい。ここまで頭からいくか、うん、続きいくか。一回頭からいきましょうか。はい。はい。いいですか。はい。いいですか。はい。先生見といてもらうか、先生常んとこ入ってもらうか。ああ、なるほど。どっちがいいですか。入ってもらいたいです。お前一緒に踊りたいだけや。お前思い出作りに行ってないから。まあそうですね、こういう時で先生ぶっちゃけどうなんでしょう、見てる方がいいですか。いや、踊っても見れます。あ、じゃあ常んとこいいですか。すいません。うわ、ありがとうございます。やば、ありがとうございます。この方が分かりやすい。ありがとうございます。そう、なんかでもしかい、絶対勝つ。よかったね、人の。今日も録画しといて。でも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 。え？ずーっとしてくれてるんですよ。今嫁に言うてる。あ、嫁さん。嫁さん。じゃあ俺もごめん、ほんまに。前半、もう先生の見たくて。俺もずっと見ちゃった。わかる？俺グダグダなって思った。やっぱそらそうやけど。いや、もうキレキレや。すごいな。すごい。最高でも。
でも流れは分かってきたよ。分かってきた。分かってきた、分かってきた。良い。どうですか、先生的に。良かったです。いい感じ。私が楽しかったです。良かった。優しい。良かった、良かった。よしも良かったの、お前。良かった。嬉しいな。楽しかったです、もう。嬉しい、嬉しい。ちょっとできてきてる感じにしました。する？はい。ルージは？僕もだんだんできてきてる気がします。今、よしも殴ろうとしてます。いいぞ。たまにはそういうのいいぞ。感情どうなってんの？さあ、というわけで、はい、練習終了しました。ありがとうございます。ありがとうございます。石田さん、はい、先生、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、みんなすごい。約3時間、はい、ちょっとみっちりやらせていただいたんですけども、はい、どうですか、ぶっちゃけ、いけそうですかね。もう、盛り上がってる絵が浮かびますし、ファンの方、サイリウム持ってるじゃないですか。あ、そうなんですよ、はい、はい、あれ、一緒に振って盛り上がったら楽しそうだな、がもう浮かびます。さ、振り付け的に結構おじさんたち でしたけども、意外といけます。うんうんうん、もらったね、お墨付き。キレありますから。キレがあるから。確かに。常もな、常もそうや。2人はキレだな、うんうん、私もうすでにちょっとこうやでみたいな教えられてたじゃないですか。あ、ちょっともう覚えちゃったから。そうですね、そう教えてもらってますから。それがチームの強さなんで、それでみんなでこう上がってってください。俺はもう毎日家行くからな。あ、来てくれるんすか。うん、もうそれぞれの家に。おー、来てくれるの嬉しいわ。やだな、うん、やだ。あ、そうか、モームそう思うな。俺が教えたら変な空気になるもんな。そうか、忘れてた。何したらいいかよく分からないけどね。確かに。そうやそうやそうや。でもぐらい、ちょっと本当にそうですね。あの、僕らもサボらずに、はい、これからまだ実は今撮ってる撮影日で言うとまだ1ヶ月以上、うん、イベントまではあるから、これマジで毎日やろう。やりましょう。やろうやろうやろう。これ成功させて初めて石田先生への恩返しになるからね。確かにそうだ。これはほんまに。確かに。ありがとうございます。いや、こちらこそです。そして石田あゆみさんもですね。はい。これはもう秋口のツアーのどこかで卒業されるというところなんで。そうですね。そちらも楽しみに、はい、もし何かスケジュールとかあったら行きたいよな。行きたい。行ってください。マジで。行ってみたい。行きたいんで、ぜひ教えてください。また。もちろんです。はい。はい、よし、あとはもうやるっきゃね。やるっきゃね。みんな10月6日イベントでの俺たちの恋愛レボリューション21、マジでガチで楽しみにしといてください。すごいの見せるんだから、本当にやっちゃうんだから。やろうやろう。でもとにかくこれができそうなのは、はい、石田先生のおかげでございます。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。石田あゆみさんでした。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。